皆さんこんにちは。本日お送りするのはインターナショナルカップアジアオセアニア地区予選日本対韓国、実況は私田畑雄一がお送りしてまいります。さあキックオフです。左のエンドを守るのは韓国、対しまして右にエンドを守るのは日本。審判流しました。どうだ、ゴール、ゴール、ゴール、文句なし、日本試合開始早々の一点。いやー素晴らしすぎる。得点の方は1対0、ファールはありません。ホイッスルはありません。さあ打っていった、またいった、もう一回、ナイスセーブ。上げた、このボールは繋がりませんでした。日本スローイン、日本追加点が欲しいところ。右へ出した、シュート、韓国なんとかクリア。審判取りません。前に出して通りません。15分を経過しています。ホイッスルはありません。日本パロージでクリア。返して、ボールはまだいっている、韓国クリア。審判流しました。シュート、またいった、取った、胸でトラップ。取りません。ホイッスルはありません。ここからいった、これは完全に追われていました。今のプレーはいけません。韓国ここからのフリーキック。笛はありません。審判流しました。とかクリア、左へ。おっと、イエローをもらった。
日本スローイン、さあロスタイムです。つないで、どうだ、浮いてしまった。これはゴールキック。時間はまだあります。これはクリアします。流れるようなパスワーク、
ゴールキックに変わります。トラップ、胸でトラップ、軽く出して、前方へセンタリング、あーっとオフサイドフラッグだ。トラップ、つないで、どうだ、パンディング、またいった、ポットに当たった、これは完全に読まれていました。トラップ、ファールはありません。軽く出して右へ出した、シュート、ポストに当たった、キーパー、深いキャッチ、胸でトラップ、さあ折り返せるか、審判、取りません、ファールはありません。これはゴールキック、ホイッスルはありません。どうだ、弾いた、韓国なんとかクリア、の方は4対0、審判流しました、前方へ、ファールはありません。ベースを探している、落として前に出して中を見ています、放り込んだ、ボレーシュート、キーパーしっかりキャッチ、トラップ、つないで、どうだ、あーバーの上、ゴールキックに変わります。あーっと、ここで試合終了の笛、日本圧倒的な勝利。